ああ面白い。笑うととても幸せな気持ちになれますよね。今回は笑いを健康づくりに生かし、福井の健康長寿をさらに伸ばそうと県が行っている活動についてご紹介します。体や心の健康づくりに大きな影響を持つと考えられている笑い。笑うことでがんに対する抵抗力が高まり、糖尿病患者の血糖値上昇を抑えられるなど、さまざまな実験結果が報告されています。福井市にあるアオッサにやってきました。今日はこちらでイベントが開かれています。笑いを健康づくりに役立ててもらおうと、県と関西大学が連携し、今月14日に第5回関大福井笑い講を開催。笑いで作る健康な心と体をテーマに開いたこのイベントには、およそ600人が参加しました。会場ではまずはじめに関西大学の森下信也教授が日本の初笑いと題して基調講演を行い、古事記に出てくる笑いの力にまつわる話を紹介。また同大学の女子学生や去年開催した福井女性落語大会の優勝者、日本で初めての女性落語家、露の都さんによる寄席も開かれ、会場は大いに盛り上がりました。落語の後は愛媛県の病院で精神障害者の地域リハビリテーションに携わる医師が講演。来場者は楽しみながら笑いの効用について理解を深めたようです。さらに今回は専門家による子どもを笑顔にするための特別企画講座も開催。神戸市の男性保育士と笑いを測定する機械を研究・開発している NPO 法人が、子育てに役立つ笑いとユーモアと題して子どもを笑わせる接し方などを解説。また同じく神戸市のアートセラピストが、色の魔法で心に笑顔をと題し、色鉛筆やクレヨンを使ったお絵描きを通し、子どもの感情を読み解く方法などを紹介しました。最後のなんかがものすごく良かったです。ここ3年来てるんですけれども、はい、毎年楽しみにしてます。笑いっていうテーマでいっぱい書いてたんですけど、なんかカラー、今の講座の、お絵描きのやつですか、もうすごく最初あんまり興味なかったというか、まだ何するかわからんかったですけど、やってみて楽しかったです。聞く前と聞いた後ですごい笑い、色を使って気持ちを表現するっていうものだったんですけど、聞いた後なんか気持ちがすっきりしたような感じがしました。結構真面目な内容なんですけども、聞いてる側としてすごい楽しくスッと入っていける笑いもありって感じで、すごく良かったと思います。まだ独身で子供いないんですけども、子供と接する機会は仕事なりプライベートなり結構あるんで、ちょっと活かしていきたいなと思いました。体や心の健康は充実した生活を送るためにとても大切です。笑いを積極的に生活に取り入れ、いつまでも健康に過ごしましょう。